浅野正富は、日本の政治家、弁護士、栃木県小山市長。小学生の時に、東京都から栃木県小山市へ転居。小山市立ママタ小学校、小山市立ママ、ま、田中学校、栃木県立宇都宮高等学校卒業。1981年3月、早稲田大学法学部卒業。1988年、弁護士登録。 1992年、小山市内に浅野正富法律事務所を開設。2009年、NPO 法人ラムサールネットワーク日本の事務局長に就任。渡瀬有遊水地のラムサール条約湿地への登録推進に尽力。署名運動や議会への陳情の先頭に立ち、2012年7月3日の登録実現に大きな役割を果たした。現在は、 ラムサールシッチネット渡らせ事務局長、河野鳥時の舞うふるさと小山を目指す、会会長などを務める。2019年末から市民団体の事務局長として、小山市町中交流センター、小山カラルの指定管理者選定問題をめぐりしと対立。市との話し合いが物別れに終わってからは、旧民主党系の市議らとともに、翌年の小山市長選挙に向けて、 対立候補の擁立に関わる。2020年5月22日、自らが小山市長選挙に立候補する意向を明らかにした。同年7月5日に行われた市長選に数人の県議、市議、立憲民主党支持層の一部の支援を得て立候補。自民党、公明党の推薦と県議4人と22人の市議の応援を受けた現職の奥本敏夫を破り、 初当選した。7月31日、市長就任。当日有権者数、133,492人。最終投票率 44.、44.72%。ありがとうございます。